有機半導体は、半導体としての性質を示す、有機物のことである。半導体特性は、ペンタセンやアントラセン、ルブレンなどの多管方鉱続炭化水素や、テトラシアノキのジュメタンなどの低分子化合物をはじめ、ポリアセチレンやポリマイナス酸、ヘキシルチオフェン、ポリパラフェニレン、ビニレンなどのポリマーでも発現する。有機半導体には、有機電解動作体と、 ポリアセチレン、ポリピロール、ポリアニリンのような様々な直鎖状ポリマーがある。電解動作体は無機反動体と似た電動メカニズムで起こる。そのようなメカニズムはバンドギャップによって分離された電子やホールの電動層の存在により生じる。ポリアセリレン系の有機反動体も無機のアモルファス反動体のようにトンネル効果や極細化状態、移動度ギャップ、 ノンジエンホッピングが電動に関わっている。無機反動体のように有機反動体もドーピングが可能である。ドーピングしたポリアニリンやピドット、PSS の有機反動体は有機金属としても知られる。有機反動体の一般的なキャリアは電子でのホールや電子である。ほぼ全ての有機化合物は絶縁体であるが、広い強役系を持つ分子の場合、 電子が電子雲を経由して移動することが可能である。多官方鉱続単化水素やフタロシアニンの結晶がこの有機半導体の例である。電解動作体では、不追電子が長時間安定状態にあり、それがキャリアとなる。このタイプの有機半導体は電子共有成分子と電子需要成分子がペアになることで得られる。電圧制御スイッチから1974年に、 作成されたアクティブ半導体ポリマーの電子デバイス1950年代に半導体物理、電子工学が没効した時にシリコンと同族の炭素を化学合成の方法で扱い、物性的、実用的に有用な導体を作ることが赤松秀夫、井口博夫、松永義夫によって発想され、1954年にペリレン収縮作体の非常に高い導電度の 発見によって、電解動作体の研究が始まった。1959年にはポリアクリロニトリルに放射線を照射することによって、半導体の性質を備えることが、ニコライセミオノフたちによって報告され、審議をめぐり議論された。1972年に TT 解 TCNQ 作体の電解動作体が、金属並みの導電度を示すことが報告され、 1980年には TMTSFPF6 作体で超電導が観測された。1963年にウェイスラにより要素をドープしたポリピロールが高温状態下で電気抵抗率が測定され、1977年に白川秀樹らによって要素をドープしたポリアセチレンのフィルムが高い電動度を示したことが報告された。この業績により、 白川秀樹は2000年に導電性高分子の発見と発展を理由にノーベル化学賞を受賞した、などなどが挙げられる、など、ありがとうございます。